山本五郎をシャーロック・ホームズその第13回第5編「古老の牙」第5章「王の書面」が揃った続きから手錠をはめられたまま関関機が叫んだ「五号室の殺人犯人は俺じゃない」「下手人は君じゃあるまいさ」ホームズが答えた 八重子を吹き矢で殺したのはラマ食人種の一人だど,どうしてそれを青くなったねこのくらいのことが分からなくて探偵が務まると思うかいかにも殺したのはラマ食人種さだが命令を下したのはお前だよ嘘だこごしらえとだまあいいやがてあの食人種の中から 下手人を探し出してこよう。そしてお前と付き合わせれば万事解決だ。ホームズは振り返って、すでに手錠をかけられていたドノバンとヒギンスにびしょぼしながら、ひどく丁寧に会釈をした。いやあ、ドノバンにヒギンス。私はこれでお別れするよ。お前たちのことは村田課長が始末してくださるだろう。 君にもし命があったらまたロンドンで会おう。ロンドンの必要はねえどの番が歯をむき出して叫んだ。ロンドンの必要はねえぞホームズ。このお礼は近いうちにきっとするんだ。覚えている。ありがとう。覚えているよ。ホームズは丁寧に頭を下げてさっさと地下道の方へ歩み去った。成功だ。 素晴らしい成功であるホームズの気力見事に功をそぼして王の書面は難な,なく手に入ったなんという地望なんという名札であろう王の書面はかくてついに4枚ともそろったのであるさあ帰るんだボン太郎ホームズは地下道に待っていたボン太郎を促して駅を出ると自動車でホテルへ向かいながら さすがにうれしさを隠しきれぬ様子だったこれでモンゴール王の宝玉は我々のものだ2億万円の財宝は無事に日英両国の所有に帰するのだその第一の功労者としてボン太郎君の名前は世界中に響き渡るんだぜおだてないでください先生 僕は何も大してお手伝いもしませんよ。でも君は私の命の恩人だ。さあ、早くホテルへ帰って大いに祝杯をあげるとしよう。二人は晴れ晴れと笑った。第六編、第二の殺人事件。第一章、二つの花束。ホテルへ帰った二人は、 素晴らしい大活躍の赤を洗いごとしてとびきりのシャンパン酒に税を尽くした料理を取り寄せ久しぶりにのびのびと祝宴を開いたさてボンタロくんホームズはくつろいだ様子で好みの葉巻をふかしながらこれで万事解決してしまったんだが君が最初発見した5号館の殺人事件は 全体何がきっかけでどんな風に行われたか今日は一つ詳しく話してやろうかどうぞ僕もどうもガテンの床の節がたくさんあるんです先生はみんなわかってるんでしょうねまあ聞きたまえホームズはにっこり笑ってシャンパンのグラスボトルあのカン・セキキという中国人と真田ヤエコ すなわち殺された女とは大陸で知り合ったのだ。その時すでにカンは真田家に王の書面のあることを知っていたにそういない。そこで彼は八重子と打ち合わせをした上、日本へ渡ってきて横浜でペーピン料理店を開き、密かに時期の来るのを待っていた。これはおよそ七年前のことだ。 へえ、どうして分かったのですかもんたろうはびっくりして目を見張った。両時間で調べればすぐ分かるさ。それから、八重子が真田家へ戻るのを待って、金星のケースを盗み出すようにそそのかしたのだ。しかし、八重子も男爵の妹だ。なかなか言うことを聞かない。ぐずぐずしているうちに期限の40年が過ぎる。 もうこれ以上待つことはできないと見て八重子を脅迫した上ついにケースを盗み出させたいよいよあの日つまり5号館で殺人の行われた日カンは中通りの12号館に事務所を持っている国際演芸協会の支配人に会う約束があった夜向きはあのラマ食人衆の踊りを 天劇へ出場させる契約を取り交わすためだったのだ。ああ、僕の見たあの小人ですね。そうだ。そのために関関機は食人種の一人を連れてきていたのだ。同時にその夜、関は雅子と会った。二人は午後間の空き家を選んで対面した。雅子は銀星のケースを盗み出してきている。 カンはそれを騙し取ろうとしした。しかし八重子はいざとなると罪の恐ろしさに気づいて環境にそれを拒絶したああそれで喧嘩になったんですね。ボンタロはごくりと唾を飲み込んだ。そうだカン。そう 連れてきたラマ食人種に命じて、毒屋で八重子を殺させた。すると、ちょうどその時僕がそこへ通りかかったのですね。そうだ。ホームズは大きくうなずいて、食人種は毒屋で女を殺し、ケースを奪って窓から問い伝えに降りてきた。だが、そこへ君が現れたので、びっくりして逃げる拍子に、 ののケースを落としたのだ街角で待っていたカンは食人種のやつがケースを落としたのを知ると危険を忘れて取りに戻ってきたがその時建物の中から君が飛び出してきたのですでに時期遅しと見て酔っ払いのふりをして君の目をごまかしてそのまま現場から逃げてしまったのだ。ホームズの説明は 棚心の者を指すように実に明快に事件を裁断した凡太郎は今こそはっきりとあの恐ろしい事件の真相を知って大きな吐息を漏らすのだったごめんくださいその時ドアをノックしてボーイが入ってきた「なんだお二方から花束が届いてまいりました」そう言ってボーイは2つの花束を渡して出ていった。 早くも称賛の花かホームズは愉快そうにまず見事なバラの花束を取って中に挟んであるカードを覗いてみたそれには美しい女の筆跡で「限りなき尊敬と愛とを捧げます」「静子」と書いてあった「おお男爵の令状からだ」ホームズはふっと美しい 真田男爵霊場の顔を思い浮かべながらわずかではあったがその青白い方を赤くしたやがて振り返ってもう一つの花束を取り上げるはてこれは誰からだろう黒い蘭の花にきみの葉いずれも死者に手向ける不吉の花だ変だぞと思いながらカードを覗くと意外ホームズ先生おめでとう ところで何よりも先に我々の体が自由になったことをお知らせしよう。帰化の健康を祝す。ディック・ドノバン、漢・セ器。ほっホームズは愕然として椅子から踊り上がった。第2章、れを罠を破る。先生、どどうしたんです見ろホームズは怪しむボンタロウの手へ。 カードを渡しながらあばてて卓上電話を取り警視庁の村田刑事課長を呼び出したあ、ホームズさん刑事課長の声は老売に震えている今お電話をかけようと思っていたところです君たちは大変な失敗をしましたな面目ありません私どもの不注意で逃してしまいました今全紙へ非常線を張って追跡中です とにかくこれからそちらへお伺いして司祭を申し上げます。あ、それからヒギスだけは取り押さえましたから。電話は切られた。なんということだ。ホームズは振り返って叫んだ。最も恐るべきバチルス。病気。血に飢えた虎と狼。殺人鬼。悪魔の中の悪魔とも言うべき奴を逃すとは。 ボンタロウまた人戦争だぞ先生大丈夫よし愚痴を言うな先生は布告されたんだワーテルロウはこれからだぞホームズは直ちにボンタロウに手伝わせながらトランクへ荷物を詰め始めた決戦に臨んでこちらの本営を知られていることは不利であるかねて借りておいた 別の住まいいへ再び引き移ろうというとのだ。20分ほどして村田課長がやってきた彼もまた顔色が変わって拝見をつかんだ手はじっとりと汗ばんでいる山本周五郎を作シャーロック・ホームズ」その第13回第6編第2の殺人事件第2章「殺を罠を破る」 途中まで。2021年10月30日。この続きはまた次回。